はい、ウルトラマントリガーメイン監督の坂本浩二です。よろしくお願いします。はい、今年は、ウルトラマン生誕55周年、しかもウルトラマンティガー、25周年、今回の作品には相当なプレッシャーを感じました。だけどもそれ以上に、作品を面白くしたい、僕自身もウルトラマン大好きなので、楽しい作品を作りたいというところでの、楽しみの方が勝った感じですかね。はい、こだわりポイントですか。こだわりポイントはそうですね、どの世代のウルトラファンが見ても楽しめる作品にしたいなというのが今回のこだわりですね。はい、僕はですね、そうですね、常日頃マルチタイプでありたいなと思いながら行動しております。まあ、監督やったりアクションやったりいろいろできたらいいなってところでそうなりたいなと思ってやっております。はい、そうですね、やっぱり一番僕が笑顔になれる瞬間はやっぱり今離れて暮らしてるんですけども、まあ、僕の子供たちに会った時とか、成長を見た時で、今は僕の子供たちというのはトリガーのキャストの人たちであり、彼らが楽しそうに撮影していると一番笑顔になると思います。はい、ウルトラマントリガー放送開始まであと10日、明日のカウントダウンメッセージはメトロン星人のマルールが登場します。お楽しみに。